2番線にダミー電気が到着します。危険ですので黄色い電流ロックの後ろまでお下がりください。ということでやってきますね。大人気森口市になるんですね。なんで大阪メトロ大阪市のねあれですけど、森口市起点で終点が八尾市なんですね。でどうなんかな、やっぱ梅田で、東梅田でわーって降りるんかなと思っとったら、あんまりそこではなくて、乗り降り多かったところで言うと、天禄とか、あと、天神橋筋6丁目と、あとどこが多かったかな。そこ行く手前ですね。南森町が多かったな。南森町が多かったのと、そのあたりから、それは4丁目も多かったかなっていう感じですね。で、そう、第2期やから、端っこに行かなかった。端っこに行かなあかんから先頭側に行かなって言っとったのに、なんでいつもついついあっち側に行ってしまうよね。なんそう。奥行きです。ありますね。ある？なんかある？お、ありますね。ターミナル。よし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 。なるほどな。で、一応、大阪モノレールとの乗り換え駅なのかな。まあ、一回上に出て、朝飯がて、朝飯食うのもいい。ちょっと朝飯食いたい。上行きましょう。あれですね。比較的学生さんの利用が多い時間ですからね。あんまり。交通にはお願いします。また、交通には、肩に水入って、通行をお願いします。本物の運転台ないの？へぇ。あれ？よいしょ。よし。で、インコーナーでいい。大阪のものが行きたい、そっちでいいみたいですね。見て後付けか。戦車タイプだ。
すごい場所もあるみたいやけど、大阪シティバスやったらこれで乗れるんかな。シティバスは乗れるんやんな。はぁはぁはぁ、でも桃の絵は、なんか、こっちか。はぁはぁはぁ。あ、今度は1万人のモード。なるほどな。で、大阪モノレール。高松か。別の一歩手前なんですね。あ、そうや。高松モノレールは山田駅ありますよね。こんな感じだよ。イオンモールまだ開いてへんか。さすがにまだ開いてへんよな。9時前やもんな。